皆さんこんにちは。こんにちは。今日はすみっこ暮らしのプックレーを作って遊びます。プックレー？プックレーはこの粘土みたいなフィギュアが作れるおもちゃです。これはね、本当はディズニーバージョンとかね、いろいろあるんだけど、今日はカンたちの大好きなすみっこ暮らしをやります。やったー。これすごい作るのに時間がかかるから、何作る？今日何作ろうか。カンも白クマ作りたい。トカゲさん作ろうかな。じゃあ今日は白クマとトカゲを作れたらいいね。うん。早速開けます。白クマとペンギンととんかつと猫とトカゲと風呂敷と雑草とエビぐらいの尻尾が2体ずつ作れるから、すっごいいっぱい粘土が入ってるんだよね。失敗してももう1個チャンスある。ほい。え？まず開けよう。ちゃんと全部入ってるか確認しなきゃね。あ、結構粘土が硬い。粘土は白が 50g、 あとの色は 10g 入ってるの。すみっこたちは薄い色だから白がいっぱい必要なんだよ。あー、ちっちゃいすみっこたちだ。ミニっこだね。めっちゃちっちゃいよ。ほら、中に入ってたのはピンセットと伸ばし棒と、仕切りとスタンプホルダーとスタンプの大きいすみっこたちが5個と、スタンプショーが3つで、耐熱シートが1枚と、白が 50g で他の色が 10g。 今回は白クマとトカゲを作るからね。おお、キャラクターごとの詳しい作り方も書いてあります。色がびっしり書いてある。ブレンド構成をもとに作りたいキャラクターに必要な粘土を用意します。裏を見てから必要な粘土を揃えます。白クマはここに書いてある色を用意します。白と赤が必要だ。もうあきちゃんはこの8つ。じゃあ出してみよう。ちょっと、おお、結構プニプニしてる。なんか本当に粘土って感じがする。あ、でも気持ちいい。すごい硬いんだけど引っ張ると柔らかいです。気持ちいい触り心地。八角形っていうのはここのスタンプの裏側でこう切り抜いていきます。まずは伸ばさなきゃね。早速開始だ。はい。お、ありがとう。じゃあ、あきちゃんも伸ばしていきます。ガンガンやっちゃうぜ。ビャーンビャーンと、ビャーン。白クマは耳ピンクで、白が八角形3つ分必要だから3つくり抜きます。あ、その前に白クマちゃんをくり抜かなきゃね。トカゲは体がライトブルーだから白を4個と、青はそんなにいらないよ。こっち側を使って八角形切り抜いて。はーい。ふにポン。おう、クッキーみたい。このピンセットを分解するとヘラになります。なんかくり抜いたらすごい綺麗。かもこれが3つ必要なんだよね。伸ばせ伸ばせ。3。てかこれ1個だから伸ばさなくてよくない？いや、でも薄さは3ミリ。いやー、くっつかないで。私をそんなに好きにならないで。青と黄色はしっかりくっきりやった方がいいよ。八角形の角とか。秋は青を8個に分ける。これ8等分するの。これをひえ、大変な作業。逆だよ。ん？こうこっち。だから切れなかった。そしたら書いてあった分量を混ぜる。よし、混ぜます。青と黄色ね。で、それをトカゲの形で切り抜いて初めて胴体ができるの。トカゲ結構道のりが遠いね。白クマは一色だから伸ばしてポンだったけど、なんかキャンディー潰してるみたい。よし、混ぜ合わさった。早いね。ビローン。オッケーオッケー、成功。結構くり抜くのが難しい。くり抜けた。オッケーオッケー。なんか大きさが違くなっちゃった。もう一回作らなきゃ。こんな感じで切り取れました。ちょっと形を整えんでいい？こうやって。うん、大丈夫。またちっちゃくなってない？形を整えたら綺麗になります。それじゃあ早速顔のパーツを作ります。トカゲの場合はクリーム色を作らなきゃいけないみたい。白5個と黄色を半分で、クリーム色を作ってお腹に当てないといけないみたい。カンの作ってる白クマは耳をつけるだけ。よいしょ。大変だな、トカゲ。うん、いろんな色が必要だからね。白5個と黄色1個の半分を混ぜます。邪魔ってる間にカンは白クマちゃんの手を作ります。丸めてペタってくっつけるだけ。とっても簡単。できた。クリーム色。それをちぎってお腹に耳と手をつけました。秋はやっぱりすみっこ暮らしは一番トカゲが好きなの？うん、めっちゃかわいい。そうなんだ。カンは白クマが好き。次は目と鼻をつけよう。最後だよ。うん、
頑張りましょう。あとちょっとでトカゲさんと白クマちゃんに会える。目だけで雰囲気が変わっちゃう。難しいな目が。できた、トカゲさんできました。すごい、イエーイ、かわいいですよ。あとは焼くだけ。白クマちゃんもできました。なんか一番目と鼻が難しかった気がする。見してね。あめっちゃかわいい。オーブンレンジで200度を予熱して、予熱が完了したらこの耐熱シートの上に乗せて焼くそうです。それじゃあまず予熱しなきゃいけないのか。以上、焦げたりしなきゃいいけどね。それはないか。失敗しませんように。で、スタート。オーブンの中で20分以上十分冷ましてから耐熱シートごと取り出します。20分？ 20分あるからご飯を食べてきます。せーの、おお、あれ、あんまり変わってなくない？あー、あったかい。あんまり変わってないよね、見た目。形大きさは全然変わってません。おお、気持ちいい。すごい、なんか今下触ったらふっくらしてた。ぷくってなってるよ。めっちゃ気持ちいい。ぷくぷくって、うわ、めっちゃかわいい。これは成功じゃないんですか？あ、確かに。白クマに一目惚れしたんだよね、カンは。すみっこ暮らし初めて見たとき。キちゃんはなんか恐竜の生き残りがかっこいいなって思った。あははトカゲくん、すみっこ暮らしは設定が面白いもんね。うんうん、実は恐竜の生き残りっていうのもね。なんかこれ今思ったけど水でも大丈夫っぽいよ。お風呂も一緒に入れるかも。あんまり熱湯じゃないから。一番変わったのってやっぱりさ、触り心地だと思う。今日はすみっこ暮らしのぷっくりで遊びました。すごいぷっくりして可愛いフィギュアが作れました。作り方は簡単だから、また今度さ、作ってないさ、猫が好きだけ猫作りたい。秋は、じゃあきちゃんはちっちゃい風呂敷作りたい。とっても可愛いから、みんなもお友達と交換したりして遊んでみてね。みんなはどのすみっこが好きかな。バイバイ、また見てね。また見てね。